黄河文明は黄河の中、下流域で栄えた古代の中国文明の一つ。黄河の氾濫源で農業を開始し、やがて黄河の治水や考えを通じて政治権力の強化や都市の発達などを成し遂げていった。東アジアの歴史の教科書には世界四大文明のうちの一つとして挙げられていることが多いが、現在は長江文明や遼河文明など様々な文明が、 中国各地で発見されているため、四大文明に、甲賀文明のみを取り上げる手法は、もはや古くなっている。新石器時代の行商文化から、辰山文化を経て、陰、州の青銅器文化に発展していった。入り見影文化の代表遺跡は、河南省新定県、入り見影、円形、方形の縦穴式住居に暮らし、阿波といった、畑作農業が行われていた。 艶出ししたくれない褐色の陶器や末水石器などを特色とする。老館大文化の代表遺跡は、先世昇華圏の老館大遺跡。円形の縦穴式住居に暮らし、俗作といった、畑作農業が行われていた。暗光色の強砂糖を特色とする。北新文化の代表遺跡は、山東省、東県環境を陳北新村。高褐色の陶器を特色とする。 持産文化の代表遺跡は、河北省、竹安賢治参。円形、楕円形の縦穴式住居に暮らし、俗作といった、畑作農業が行われていた。紅褐色の競砂糖を特色とする。行商文化は1921年、河南省ベンチ県行場村で発見された斎藤を特色とする文化。前期は、紅れが主流で、代表遺跡は、 先生小西安市半端、行商半端類型文化と称されている。母系性で農村の階層化が見られる。前4000年頃に、六ろ,ろの仕様が見られる、行商病定抗類型文化が現れた。後期は、半端後期類型、西大村類型、大四類型、新大祭類型の4種の文化に大別され、この頃には、貧富の差が見られ、社会の分業 海藻化が進んだ。あと、丘文化の代表遺跡は、河南省安陽市合華北新文化を継承して発展した。大門校文化は1959年、山東省、根井明県ジオ鎮保頭村で遺跡が始めて、発見された。後に、山東省大安市大門校でも遺跡が発見されて、こちらが代表遺跡となった。前期は、島が主流だったが、 後期には黒刀、灰刀が主流となった。後期の乱獲黒刀の高柄坂月は、成功で美しく、三刀立山文化に受け継がれた。立山文化は中国中央研究院、歴史語源研究所によって1930年、三刀少々級兼立山人で発見された、黒刀や灰刀を特色とする文化。黒は薄でに作られた黒色の土器で、製作には、 六ろ,ろが使用されていた。焼成温度は約1000度以上。後期には銅器の鋳造も行っていた。中原辰山文化と三刀辰山文化とに分かれる。中原辰山文化は行商後期文化を継承し、廃刀が主流。骨を焼いて、ひび割れを見る戦木もこの頃始まったとされている。三刀辰山文化は大門港文化を継承しており、黒刀が主流。 ニリガシラ文化は1959年、河南省園市、県にり頭で発見された。遺跡は約2キロ四方で、中心部には2つの宮殿跡がある。この遺跡の人々は、新南与西立山文化、河南立山文化を継承し、制度鋳造の技術を持っていたと考えられている。ありがとうございます。